ルピスこと清水はるかです。皆さん、先月秋田テレビで流れていたこちらのコマーシャルは見ていただけました？とび豆と明日をきれいに、できることから始めましょう。街をきれいに、心もきれいに、わが町ウェルカム、おもてなしクリーンアップ。この取り組みは海と日本プロジェクト in 秋田県の一環で、県内の身近な道路や駅、観光名所などを秋田で暮らす私たち、そして観光などで秋田にいらっしゃる方々にも、秋田って素敵なところだなと思ってもらうためクリーンアップをしようというものです。題して、我が町ウェルカム、おもてなしクリーンアップ。今回は先月行ったこちらの模様をお届けします。それではレッツクリーンアップ。とび豆、私たちが訪れたのは秋田市矢橋運動公園、思いっきり近場です。今回このクリーンアップ活動に参加してくださったのは、普段からおもてなしの心で業務に取り組む一般社団法人秋田県観光連盟の皆さん。普段はどのようなお仕事をしているのでしょう？秋田県観光連盟は秋田県の、会員さんがいらっしゃいますので、会員さんと一緒に秋田の魅力を県内だったり県外だったりに発信するという活動をしています。具体的には商談会を主催して、会員の皆さんだったりとか県内の事業者さんと一緒に秋田の魅力を PR するという商談会を開催したりとか、各種他の団体さんが開催する商談会に出席したりだとか、あと教育旅行、学校の修学旅行に秋田県に来てもらえるようにということで、セミナーに行ったりとか、そういう活動をしてます。普段から秋田の魅力を発信する秋田県観光連盟の皆さん、私たちも志は同じなので、これからもよろしくお願いいたします。前の日には我らがブラウブリッツ秋田の試合が行われた矢橋運動公園。やはり試合の翌日は落ちているゴミも多いのでしょうか。中にはこんなものも。これ絶対でもなくしちゃダメなやつですよね。メモリーカードみたいな大事な思い出はゴミとして。こちらは彩香とまゆまゆ、進捗状況はいかがですか？ですね、びっくりしますよ。全然取れなかったです。全然取れなかった。ゴミがないんですよ。私は、なんだろう、1個、透明な袋みたいなやつ1個です、まだ1個。ボールペンは拾いました。落とし物かもしれないです。もっとパンパンにする予定なんですけど、そう全然なくて。皆さんはどうなんですかね。でも結構入ってる。ちょっとやばい、パンパンにしてきます。レッツゴー、はい、頑張ります。行きます。そんなにもゴミってないのかな。どうですか、印象的に。印象ない。綺麗ですよね。いいことですけど。物足りない。そうですね。そうですよね。あれちょっとせっかく来たのにっていう感じはありますけど、でも綺麗だということはやっぱいいことなので。皆さん県民マナーがいいってことだよ。成果は、さっき拾ったんですよ、1円玉。どうしたらいいですか？どうしたらいいですか？もらっていいですか？逆に。
え、いいんですか、もらっても。もらっていいですかじゃなくて、警察に届けようかな。じゃあ警察届けようかな。どうしよう。あ、じゃあ募金します。 AKT のそこに、はい、いいことです。じゃあ預かっててください。自分でも OK。 あ、思ったより少ないですね。皆さん綺麗にしてもらってるので、なんかちょっと物足りない感じがするんですけど。やはりここはですね、そういうスタジオもありまして、この間も愛媛とかからお客さん来てましたので、まあ、県外から、サッカーとかバスケット見に行きますので、まあ、おもてなしの心と言いますか、きれいにして県外のお客さんを迎えしたいなと思います。こちらは黙々とゴミを集める梅。ないですよ。秋田県はとっても綺麗なんですね。今どんな感じ？一周回ったら結構拾いました。なんか最後の方はゴミから私に近づいてくる。私レベルになるとゴミの方から近づいてくるのねみたいな、そういう感じです。ちょっと言っている意味は分かりませんでしたが、だいぶ集めているということでよしとしましょう。とび豆と秋田をきれいに。お知らせの後もクリーンナップは続きます。一生懸命にゴミを探す私、何かを見つけました。こういうマスクとか、あと、なんだろう、なんかよくわかんないゴミ結構あって、なんだっけな、なんか、それなに、携帯のこの、なんだろう、こういうやつとか、結構なんかプラスチックゴミが多いなっていう印象です。でも今30分ぐらい探してるけど、これしか見つけれてなくて、ポイ捨てする人って少ないんだなって思いました。いいですね。で、いいもの見つけたんであげます。プレゼントします。ちょっと待ってください。これ伊藤さんにあげようと思ったんですけど、すごい綺麗な葉っぱ。あげます。誕生日いつですか？3月おめでとうございます。じゃあ以前は、はい、ここで何やったか覚えてる？マラソンやりました。その時のあなたはどうですか？いや、もうボロボロでゴミなんか落ちてても全然気づかないです。ゴーゴー。あー、足が重い。無理やすい、足が足がない多分。自分しか見えてなかったです。自分と目の前の景色しか見えてなかったです。こう周りが綺麗になったら気持ちも清らかになって、まあ、走りたくない。いや、まあいや、でもどっちかっていうと、もう気持ちよく綺麗な気持ちで家帰ってお風呂入りたい。もう街も綺麗に、自分も綺麗に。また何かを見つけた本ちゃん。ホテルの鍵拾いました。絶対誰か困ってる。え、船木さんですか？名前を出す。え、これもじゃあ警察ですか？どうだ。え、私的にはホテルに届けてあげたら親切かなって思うんですけど、ちょっとめんどくさいから。こちらでは小さな子どもや高校生が元気にスポーツを楽しんでいますね。
普段スポーツってされますか？あ、そうですね、私はこの年でまだサッカーやってますね。はい、よくここあたりそういうスタジアムは使ってませんけども、 SPDF ですか、使わせてもらって、先週の木曜日もやりましたですね。じゃあ普段使っているブランドの周りを掃除して。はい、そうですね、まあ感謝の念を込めまして掃除をしてるんですけども、やっぱり綺麗なとこでサッカースポーツするのもいいですからね。ちなみにポジションはどこですか？フォワードやったり、あとはサイドバックやったり、はい、あまり技術がないもので、まあ走りですね、で頑張ってます。クリーンアップを始めてから予定していた1時間が経過。ご協力いただいた秋田県観光連盟の皆さんから番組をご覧の方に一言どうぞ。秋田県観光連盟と県内の観光事業者さん、お迎えする体制を万全にして秋田県でお待ちしておりますので、視聴者の皆さんぜひ秋田県の方にお越しいただいて観光して楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。この日秋田市山瀬運動公園を掃除し、集まったゴミはこちら。15人ほどで1時間探し回ってこの量ということはとても少ないんじゃないでしょうか。今日、クリーンアップ活動参加してみてどうだった？意外とゴミ落ちてなくて、ゴミ見つけると逆に嬉しくて、あ、ゴミだって走っていっちゃいます。やっぱりなんだ、達成感もあるし、なんか自分たちの手で綺麗にしたんだなって思えてすごい嬉しいです。私なんかこの綺麗な状態をこれからも残していきたいなって思いました。私は傘と水筒を拾ったんですけど、傘は下水に突き刺さってました。危うく洪水みたいになるところでした。傘は忘れないようにきちんと皆さん持ち帰りましょう。やっぱ忘れてしまうとそういうふうに下水に突き刺さってしまって洪水みたいになるので、やっぱ傘は忘れないで持ち帰りましょう。はい、チーズ。一人一人が普段からゴミを持ち帰るように心がけていれば、街は自然ときれいになっていきます。皆さん、きれいな秋田県、きれいな日本を目指しましょうね。でもこんなものも落ちてましたよ。中身が入ったままのカフェラテが落ちてました。ゴミ袋の中カフェラテだらけみたいな感じでした。緑のところとか探しに行ったんですけど、それよりだったら人が通るところの隅とかが一番ゴミ多かったです。一番多かったのはタバコの吸い殻が多かったです。バスケットのところもすごい落ちてました。いや、もうバスケをするところは神聖な場所なので、タバコの吸い殻は持ち帰ってほしいです。全体的に回ったんですけど、公園のところとか子供が行きそうだなっていう場所とかにゴミ落ちてそうだなと思って回ってました。意外となかったです。多分みんなちゃんと持ち帰ってるんだろうなって思います。ゴミは捨てずに持ち帰ってみんなで綺麗に過ごしましょう。クリーンアップの後は綺麗になった公園でしましましく運動。それにしても私のボールセンス、ずば抜けてひどいですね。ポンチョと梅はキャッチボールでウォーミングアップした後、
全力でダッシュしてました。お知らせの後は成長日記です。今週は梅の成長日記です。それではどうぞ。梅です。さて今日は英語企画第3弾ということで、皆さんと一緒に勉強するのはタメ口英語です。英語の勉強するときって教科書だったりとか、あと参考書を使うと思うんですけど、それに出てくる文章って果たして自分がこう英語を喋るときに、友達とか親しい間柄の人とお話しするときに使うのかなって思ったことありますよね。ありますよね。ね。ということで、今回は友達だったり仲良しの人だったりとお話しするときに使う、洒落ていて真似したくなるようなタメ口の英語を皆さんに紹介します。ぜひ簡単にすぐ真似できるものだと思うので使ってみてください。いきます。パターン1、納得。なるほどね。昨日の問題がさ、解けなかったんだよね。うん。I see。 I see は直訳すると僕は見えるよという意味になり、それが納得の意味になります。日本語で言う目から鱗という意味です。パターン2、呼びかけ。ねえ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 、聞いて。Guess what? Guess what? は聞いてよという意味。 Guess は推測するという意味があります。パターン3、共感。わかる、私も同じだよ。I see. I'm in the same boat. I'm in the same boat はあなたと同じ船に乗っているよという意味で、私も同じ状況だよという共感を表します。お互い良くない状況の時使います。いかがでしたか。私は3つ目がお気に入りです。なかなかおしゃれな表現だったんじゃないかなと思います。これは結構洋画のこう会話しているシーンとかに出てくる時があって、それを聞くとこれ知ってる見たことあるとか勉強したことあるっていう気持ちになって、さらに洋画を楽しむことができるんじゃないかなと思うので、洋画好きな人とか、あとやっぱりラフに会話ができるようになりたい人は調べてみるといいかもしれません。それではまた次回英語の企画でお会いしましょう。バイバイ。ここで来週の企画を少しだけ。あ、もう撮ってるんですか。まだ暗いですね。月も見える。暗いですね。まだ全然夜です。ちゃんと寝ました。寝てないです。寝てない大丈夫。ちょっと前に寝たぐらいです。でもめっちゃ元気です。午前4時に始動した次なる企画は、ほぼ釣り未経験者が釣り体験。おはようございます。おはようございます。今現在時刻早朝の
5時です。早いです。まだ月が出てるくらい。月が出てるけど、でも明るくもさっきよりはね、さっき来た時はもっと暗くて夜かと思ったんですけど、徐々に明るくなってきて、うん、私たちの見える範囲だと多分今何もわかんないと思うんですけど、結構並んでますね、このこっち側に車と人がめちゃくちゃにいます。みんな早起き。早起きで、しかも私たちが来た時にはもうたくさんいました、ね。もう朝が早いということで彼女はおにぎりを食べています。すいません。なんか想像より海もゆったりしてるね。ゆったりですね。ザバザバはしてない。ゴミとか拾いたい。ないんだよ。よろしくお願いします。たくさん教えていただきたいと思うので。バッチリずらせます。お願いします。後ろに持っていき、メーンでこう、おー、こういうふうに飛ぶ。いきますよ。でーん。お、どこ行った？あ、だいぶ、あの、せっかくが曲がってる。曲がっていきましたけど。あ、緊張する。お、いいんじゃない？お、まあまあまっすぐ。上手じゃないですか？いい感じです。チャンスはあります、今。いい時間なんで。あ、おお、切れてしまいました。いえ、しょうがない。すいません。あ、重い。すごい、すごい。何？ビビっちゃダメですよ。思いっきりやらないと。怖い。なんかもう色が地道に変わってきた。多いの。あ、私も釣りたい。次回もお楽しみに。